はい、皆さんこんにちは。今回はですね、このカンタンク余りパーツですね、はい、余りパーツなんかしちゃうかなと思ったんですけどもね、はい、こんな感じでね、あの下の方みたいなのがね、いろいろ余っとるんですけどもね、はい、今回はね、こちらの方のね、カンタンク改造終わりだぜみたいな話をしてた方のね、カンタンクをちょっといじっていきたいなと思っております。はい、何をいじるかと言いますと、ちょっとね、あのよっ、はい取りましょうということでね、はい、ここにね、このガンタンクのね、特徴的なパーツね、はまらないかなね、やってみようかなと思っております。まず切り出してみましょうかね。まあ中くり抜いてね、こう上からかぶせかぶせばいいんじゃないみたいなね、こんな感じでね、はい、思ってますが、ちょっとサイズ感見てみようかなという感じですね、はい、どうしてもね、ここが丸いのがね、あの気になっててね、最初からどうしようかなと思ってたんですけどもね、はい、でちょっと、ね、ちゃんとすぐ外せるように、ここ接続のね、ダボ穴カットとカットをね、しておきましょう。よっ、はい、こんな感じでやるといいんじゃないかなと思うんですがね、ちょっと幅増ししないといけないような気がしますね、見た感じね。とりあえずこう中をね、くり抜いてみたいと思います。はい、こんな感じでね、中身、くり抜いた感じでねできましたけど、このままはめるにはね、こう横から見てもらうと分かると高さがちょっと高すぎるのと、ここの角ですね、違いすぎるのかなと思いますんで、とりあえずね、この横のキャタピラをね、よっ取ってですね中身の手にちょっとしてね、はい、いいよ、分解していきましょうかね。分解できるのかな、接着してなかったかな、ちょっとね覚えてないんでですね、接着してるような気がしますね。まあここまでしときましょうか。まあ、ここを測ると、はい、6.5 ミリですね、高さは。そしてこれの高さはね、まあ、ここまでで測りましょうか。14.8 ミリということで、かなり差がありますんでね、はい、ここも削らないといけないのかなとは思いますけどもね、はい、とりあえず現物合わせてね、もうやっていくしかないと思いますので、使用しましょうかね、こちら側のね、このこうやったときに、この辺からですね、だいたい 6.5 ミリ、まあ7ミリぐらい足らないかなと思いますけども、7mm ちょっとここ幅増ししてみたいと思います。ある程度ね、加工が終わりましたのでお見せしようかなと思ってるんですけどね、ここね、もともとあった中だけ、はい、ここですけどね、中だけやってみました。そしてね、ちょっと高さがね足りないかなと思いましたので、ここにね、かさ増しのね 1.5 ミリですね、1ミリプラ板と 0.5 ミリプラ板をねやりまして、ちょっとかさ上げしております。はい、長いですね、はい、はい、まあ取れるようにね塗装もありますので、そして後ろの方はね、まずと隙間埋めてませんけどね、ここのね、外側に、溝というかね、隙間が空きましたので、
もともとのパソコンにくっつけております。こんな感じでね、なんか噛み合わせてやっておりますよ。で、干渉するところね、ここら辺、削り倒して、まあ普通にね、つくようにいたしました。ちょっとね、精度出しすぎて斜めに入れると入んないというかね、はい、強めに振ったらね、入りませんよね。こんな感じでできております。まあ、やはりね、ここを、まあ、斜めにですね、幅増ししてね、横から見たらこんな感じになってます。まあ、ワイドンドローみたいな感じでね、かっこいいかな、見えるんではないかなと思いますね。これでね、元々のガンタンクのような感じに、なったんではないかと、はい、思います、はい。ちょっとね、こちら改造したガンタンクね、はい、こんな感じですね、はい。まあ、もちろんね、黄色い部品もいけますけどもね、こちらと、はい。まあ、だいぶ幅が違いますよね、こんな感じでね、はい、幅がちゃうんで、まあ、かっこよさが変わってくるのかなみたいなね、はい。こちらはこちらでね、まあ、味があっていいんですけどもね、アニメチックでね、はい、こんな感じですね、はい。で、まあ、ちょっとはめてみましょうかね、はい、いいよ。ちょっとね、ここをきつくね、作りすぎてね、はい、まあ、前から見たらこんな感じになります、はい。いかがでしょうか。なかなかバランス良くなったんではないかと思いますけどね。まあ色がね、ちょっとグレー色ですんでね。まあまあ、まあぼちぼちいけてるような気がします。はい、こんな感じですね。ではね、隙間を埋めてまいりましょうかね、というかですね。そしてね、またね、隙間埋めがこのプラバテですね、はい。最近ね、なんか質問とか聞いていただきましてね、皆さん使っていただいてるみたいで嬉しいですよ、はい。私全く儲かりませんけどね、はい。まあこれでね、隙間をこんな感じに埋めていく感じですね。なんでここにね、これランナーの切れ端埋めてるんですけど、なぜしてるかと言いますと、まあもちろんね、プラパテのみだとね、乾燥に時間かかります。中にね、こうやって敷物というかね、かさ増しのやつやっとくとね、かなり乾燥時間がね早くなりますのでね、こんな感じでやっております。はいはい。手でね、私やっておりますけども、こんな感じでね、はい、まあ隙間をね埋めるのに結構簡単に埋まりますんでね、便利ですね。皆さんも余ったというかね、接着剤なんかちょっとで使いにくいなみたいな時はね、こんな感じでプラパテ作っておくと便利ですんでね、ぜひどうぞと感じですね、はいはい。もうここの隙間もね、ちょっと埋めてあげようかなと思って一生懸命やってますけどね、はい、こんな感じで、はい。これ別にね、カッターが油ね、錆びないように油ついてるわけではなくてね、これ、刃を切り替える時にね、私カッターの油は取りますのでね、別に油ついてなくてもこんな感じでね、まあベタベタしませんのでね、使いやすいですよと。手でできるんでね、はい、あとはここですね。
ったらプラスチックと一緒になるんでね、はい、削ればいいんですけど、なるべくこの柔らかい状態でね、形を整えておいた後は作業はしやすいんでね、こんな感じで、ヘラなどでね、成形すればね、はい、いいと思います。アウトラインの話やっておくといいんじゃないですかね。よし、これでね、乾くまでしばし放置でね、また乾いたら表面処理などしてね、次こそは塗装入っていけるといいんですけどね、また気になるところが出てきたらまた改造するかもしれませんがねこんな感じでね、はい、いいよいしょ、はい、こんな感じでいいんじゃないんですかということですね、はい、よいしょ、今回はね、ガンタンク改造してたやつのね、気になるところこうですね、出てきましたので、改造追加でやってみました。どうでしょう。それではこの動画が面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、サブチャンネルで、ゲーム実況また始めましたので、そちらの登録もよろしくお願いいたします。それではさよなら。